はい、ということで、かっこいい系の曲を12曲なのかな、ここに書いてある11曲だけど、歌わせていただきました。先行弾もらってる、すげえかっこいい。はい、ということで40曲目はい歌いましたよ。ということでパチパチもありがとうございます。力が入る歌い方めっちゃかっこいいです、ありがとうございます。もうこれは力入っちゃうもんね、これ仕方ないことだからねというところでね、よいしょ、こっちやねんな、これか、これ、うん、が終わりましたと。でちょっとね、あれ喉が来てるけれども、まあ来ますか。なんかこの今バッツンがついてないところで何か希望があれば、そのジャンル、まあでも曲の希望まではちょっと対応はできないんですけれども、雰囲気だけあればおっしゃってもらえればと思います。ちょっと待って、飲み物飲むうん、夜も更けたはず。今何時だ、6時か。つうことはそうだな、じゃあですね、ちょっとつなぎの曲とかでも行きましょうか、もしなければ。ちょっと古かったり、夏メロも入るのかな、まあ、全部今歌ってるの大体夏メロかもしれないけど、ちょっと喉にバラード系、バラード系、ありがとうございます、ありがとうございます。バラード系ね、そういやこんな感じよ、こんな感じよ。系で言うと、バードイエー、ガチのバラード、バラードって言ってもちょっと怖いかもしれない怖い系、そのアップテンポというよりかは違うなっていうのでバラードにしたけれども、そうだな、じゃあこうしよう、バラード系を歌おう、バラード系を歌って、それで途中でほんとはね、冬の曲が多分それに当てはまると思うので、そっちの曲を歌いましょう。冬の曲ちょっとね、3曲あったけど、1曲はちょっとネタ枠に移動させたにしたということで、これで行こうか、順番逆の方がいいかな、順番逆にさせて、じゃあはい、というところで、よし頑張るぞ。いきます。挨拶の前手つなぐ手と手、いつもざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が大人になってその傷
が悲しい歌で溢れないように最後に何か君に伝えたくてさよならに変わる言葉を僕は探してた。君の手を引くその役目が僕の使命だなんてそう思ってた。だけど今わかったんだ、僕ならもう重ねた日々がほら導いてくれる。君が大人に手との自然が降り積もる間に僕も変わってく。例えばそこにこんな歌があれば二人はいつもどんな時もつながってゆける。突然不意に鳴り響くベルの音、焦る僕ほどける手離れてく君、銃を認めて抱きしめたんだ。君はどこに行ったって僕の声で守るよ。君が僕の前に現れた日から何もかもが違く見えたんだ。朝も光も涙も歌う声も君が輝きをくれたんだ。抑えきれない想いをこの声に遠くの君の街へ届けよう。例えば空が込んだ歌だったら僕らはどこにいたとしてもつながってゆける。はい、ということで奏でを歌わせていただきました。しみますよね、やっぱいいですよね。パチパチありがとうございます。二人ここで初めて会ったのが二月前の今日だね。
キスの仕方さえまだ知らなかった僕の最初のスイートカフェ、些細のないささやかな記念日、暦にそっと記してた今日何の日だけで尋ねると、少し戸惑って答えた。前の彼氏の誕生日だと笑って答える、笑顔歯がゆい、そんな話は耳を塞ぎたくなるんだよ。確かに君が彼といた3年の思い出にはまだかなわない、それでもこんなに好きなのに、すれ違いの数が多すぎて、心の通わぬやりとりばかり、これ以上繰り返すよりも、あなたの心が答え出すまでこのまま二人会わない方が、それが明日でも五年先でもいつでもここで待ってるから、泣かないでよ、ごめんなさい。そして二人心に赤い糸をしっかり結んで、つぼみだった花はもう艶やかな色をつけた、秋が過ぎ冬を越え枯れ果てた、今の僕を映してる、時間ばかりが無情にも過ぎ途方に暮れる、笑顔の何他の誰かと歩く君の姿が浮かんで、もう二度と会えないような気がしていた、かとも張り裂ける胸を押さえながら、信じてきたその答えが今あってくれますかと、あなたの手紙、偽りのない言葉たちが溢れた涙で滲んでゆくよ、あの場所へ迎えに行くから、泣かないでおくれ、今日は二人の一年目の記念日だから、お祝いしようよ、強く糸がほどけずにいたことも愛され
望むばかりで信じることを忘れないで、ゴールの見えない旅でもいい、愛する人と信じる道をさあゆっくりと歩こう。ということで、小袋さんの赤い糸を歌わせていただきました。